女優の綾瀬はるか、36、が新型コロナウイルスに感染したことが明らかになった。所属するホリプロによると、綾瀬は8月20日夜、微熱があり抗原検査を行ったが陰性。翌日、念のため PCR 検査も受けたが陰性。症状は収まってきたものの、その後発熱が続いたため抗原検査をしたところまた陰性。しかし26日、再診し抗原検査を行ったところ新型コロナの陽性反応が出たため自宅療養をしていたが、肺炎の症状が見られたため都内病院に入院。現在は回復に向かっているという。ワクチンは未接種。綾瀬はワクチンは未接種だったという。入院の第一報を報じたニュースポストセブンによると、綾瀬は中等症とみられ、未接種の理由として今回は仕事が立て込んでいたため、ワクチンを打って副反応が出た場合に撮影現場がストックすることを考慮して9月になってから接種予定だったという。国民的女優である綾瀬の1日も早い回復を願うばかりだが、ネットニュースのコメント欄は大荒れだ。新型コロナをめぐっては救急搬送されても入院先が見つからずに自宅療養を余儀なくされた挙句なくなるケースも多いだけに、友人は肺炎と診断されて薬を出されただけで自宅放置でしたが有名人だから入院できたんだ。不公平。有名人、著名人、上級国民が好き勝手できるのは優先的に治療が受けられるからでしょうね。綾瀬はるかさん大好きですが、今の時期に入院できることがやはり気になりました。自宅で入院できずにいる方や、亡くなられた方が大多数いる現実と有名女優という立ち目で入院できて死のうこのさんってなんといったやんさの小屋が、記事が公開されて20時間余りが経過した9月1日午後2時の時点で1万3000件以上も寄せられている。大手プロダクションなら普段から付き合いがあって融通の利く病院は診療科別にあって、表立って診察を受けにくい芸能人は診察時間外や夜間に対応してくれます。綾瀬クラスなら VIP 対応ですから入院を断られることはまずない。特別個室のはずです。芸能プロ幹部。綾瀬自身には何の非もないが、現実は入院したくてもできない患者が圧倒的なだけに、世論の受け止め方は複雑のようだ。